どうもゴルフレッスンプロの菅原大地です。今日も横浜ハンズゴルフクラブからお送りしております。それ何持ってるんですか？え、どれのことですか？そのこのなんかプロペラみたい、ね、風力発電でもこれで、はい、アゲンストかフォローかこう押してて、あ、そ、で、そういう機会ですね。真面目にいきます。真面目。ハンズゴルフクラブは、はい、この1階打席、ここが1階で下が B1 なんですけど、で上が2階で、1階打席は練習道具がいっぱい置いてあります。ご自由に使ってくださいって、うん、で、そこに置いてあるぜひこれを使ってほしいっていう、コメントにもですね、はい、その最高スイング、最大効率スイングの何か練習法はありますかっていう、で今日はその1つをご紹介したいと思います。こいつですね。こいつです。こいつの名前は、こいつの名前忘れたんでテロップで、あ、ちゃんとあるんですね、名前が。キンコーンって。で、これもうとにかくその風の抵抗がすごいんです。これね、振ったら分かりますけどものすごいですよ。まあ、普通に素振りするだけです、これで、はい、使用方法はただの素振りなんですけど、これだけなんですけど、すごい音してますね。すごい、もうこの辺からこの辺と、うん、この辺みたいな、すごい使います、筋肉。手だけでやったらね、最初多分知らずにこれ振ったらぎっくり腰になるかもしれない。危ない。気をつけた方がいいです。危ない。あって、こう抵抗がすごくてびっくりするくらい、それくらいこの風の、おい、もうね、これ10回やったらすごいっす。今腹筋が、はい、腹筋と足が大変なことになってます。あと10回。1、2、やめた。帽子が虫がずれました。はい、デサントです、これ。最近これちょっとかがんでもらえます？あ、デサント、これ止水のアウトレットで買ったんですよね、先々週くらい。おしゃれですね。ね、これなんか安かったんですよ、アウトレットで。なんかいい感じ。そんなことはどうでもいいんですけど、うん、とにかくその体幹を鍛えるということと、そのスイングをするっていう点でどこの筋肉を使ってるかっていうのがものすごい分かる。これで手だけじゃ、何度も言いますけど、触れないんですよ。いわゆる、いや、こばててる、いわゆるゴルキンを鍛えるってやつですか？ゴルキンです。まあ、やるならどうする。あ、もう激しい。無理しない方がいいですよ。無理しない。骨折れます、これ。徐々に、はい、まあゆっくり大きく、そのフィニッシュのところまで、ここまで行きましょう。はい、体重移動です。体重移動っていう練習器具が置いてありますので飛距離を伸ばしたいと思っている方はですね、これです。ぜひこいつ。今日はそれだけです。このハンズの練習器具使ってるっていう、ただです、使います。こいつ買ってください。それバッグ入ります？バッグ、実はこれなんと、なんと、おほ、いや、まあまあかさばってる。まずはあれじゃないですか、金太郎みたいな、うん、なんか上りみたいな、まあ、そういうのはね、まあ、はい、ということで、はい、今日はそれだけです。練習グッズの紹介でしたっていう、練習グッズを使って飛距離を伸ばそうっていう、うん、私はこれでたまにトレーニングしますっていう、ちょっと今久々にやったんで、これきつい。最近サボってて、5月からはちょっと試合もあるので、練習の時はこれ必ず素振りします。私も変なハンズでなんかブンブン音がすると思ったら、多分僕が素振りしてるんで、なんかもう
ってそのとなったら、はい、大体端っこで練習してますんで、いつもあの辺ですか、はい、あっちの方、はい、ということで今日はこの、あの名前ね、まだちょっとわかんないんですけど、これ何ですかね、それこれの紹介でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。